魔女、なんか言いたそうだな。空海、西条と混乱するんですけど。じゃあみんなでこれ見よう。今回は日本史平安時代、空海の関連語句です。それでは鎌倉先生、よろしくお願いします。はい、了解しました。今日は平安時代の空海の関連用語をやっていきます。空海の空から飛行機をイメージしましょう。空海の海からダイビングをイメージしましょう。こちらのカップルは新婚さんです。これから新婚旅行です。ハワイに行くそうです。行ってらっしゃい。ハワイ到着です。今日はダイビングの日です。ダイビングのポイントに着きました。タイの稚魚、サンゴ礁、昆布。楽しい時間はあっという間に過ぎて、今日帰国しました。新婚、タイの稚魚、サンゴ礁、昆布。今日帰国、新婚、タイの稚魚、サンゴ礁、昆布。今日帰国、新婚から新言宗、タイの稚魚から大日経、サンゴ礁から三号地域、昆布から本郷無事、今日帰国から今日王国寺。それでは黒板にまとめていきます。リンクワードは新婚、タイの稚魚、サンゴ礁、昆布、今日帰国です。新婚から新言宗、タイの稚魚から大日経、サンゴ礁から三号地域、昆布から本郷無事、今日帰国から今日王国寺。はい、それでは軽く空海の説明します。平安初期の僧で新言宗の開祖、はじめは大学で学び、後に仏門に入り、804年、延暦23年に日当し、経過に学びました。806年、大同1年に帰国、高野山金剛無事の経営に携わり、真言宗を国家仏教として定着させ、嵯峨天皇より経王護国寺を賜りました。中心経典は大日経、金剛長経。著書に、三号四域、重々神論などがあります。はい、今回の空海の関連用語の覚え方の講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなど、リクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。You turn us.